はい、こんにちは。社会の授業を始めます。今日からはね、歴史も終わって、いわゆるね、まあ、公民と呼ばれるね、分野についてやっていきます。でまずはね、まあ、現代の日本社会ということで、まあ、今のね、日本社会の、まあ、特徴とか抱える問題とかね、そういうことについてやっていきたいと思います。まずね、少子高齢社会、この言葉を知っておいてください。少子化っていうのは出生率の低下、高齢化っていうのは高齢者の割合が高くなるね。これがね、まあ、同時に進行している状態をね、少子高齢社会と言います、ね、で少子高齢社会はね、まあ、いろいろ労働力人口が減ったり、労働力人口というのはいわゆる働ける人ですね、働ける人が減ったり、家族地域社会が変化したりしてます、ね、で介護や福祉などの社会保障のあり方がね、まあ、課題となってくるんですね。やっぱり高齢者の人が増えてくると介護する機会とかね、そういうのが増えてくるので、そういうね、社会保障のあり方が課題になってきます。これがね、今日本がね、まあ、日本に迫っている課題ですね。いいでしょうか。はい、次はね、情報社会、まあ、IT 社会とも言いますが、ね、日々大量の情報が生産されるんですね。で情報の活用によってね、経済の仕組みや社会生活が変化するような時代になります。そういう社会ですね、今日本は。でまあ、皆さんも知ってると思いますが、インターネットね、まあ、言葉聞いたことあって実際ね、まあ、使ってる人もいると思いますが、ね、まあ、インターネットってそもそも何かっていうと、世界中に張り巡らされたコンピューター通信のネットワークなんですね。分かりやすく言うと、まあ、いろんな国のいろんな場所のコンピューターとつながってるとかですね。で今はね、商品の売買ね、インターネットでショッピングとかね、聞いたことあると思いますが、そういうようなこととか、銀行預金などもね、できたりするんですね。お金をね、まあ、こう、銀行に行って預けたりとかしなくてもね、こう、インターネットでね、クリックしたらできるとかね、そういうふうにもなってます。いいでしょうか。ね、まあ、そういうふうに、まあ、便利な社会になってきたとも言えるんですが、一方でね、個人情報が、まあ、漏れる。よくね、インターネットで個人情報が漏れるっていうニュースとかになったりしますが、そういうようなこととか、まあ、インターネットを使った犯罪が増えてきてるんですね。こういうのもやっぱり課題なんですね。で、まあ、主体的に情報収集、処理、判断、発信する能力が求められる。ちょっとすごい難しく書いてありますが、まあ、主体的っていうのは自分が、まあ、ね、させられるんじゃなくて、自分がね、こう、主になってするということですね。自分で情報を集めて、自分で処理してね、そういう能力が必要ですよってことですね、これから。で、情報モラルを身につける必要、まあ、モラルというのは常識ということですが、まあ、ね、情報を、そういう情報をね、扱うことに対して、まあ、常識、ルールですね、そういうのを身につける必要があるよっていうことを、ね、言ってるんですね、ここでは。いいでしょうか。はい。ではね、次いきます。次ね、グローバル化ってことね、まあ、大量の資本、人、商品などが国境を越えて容易に移動できるようになりましたね。まあ、ね、飛行機乗って、ね、世界中行けるようになったんですね、今は。で、貿易はね、こう国際的な分業が進んでいるんですね。どういうことかっていうと、輸出は得意分野の製品を輸出する。輸入は不得意の分野の製品を輸入する。ね、だから国際的な分業を進めて、自分の国で何でもかんでもやろうっていうのじゃなくて、得意分野は積極的に輸出して、不得意の分野はね、積極的に輸入しようって、そういう動きになってるんですね。であと多国籍企業っていうのもね、聞いたことあると思いますが、まあ、大企業がね、世界中に支店があったりとかね、そういうふうな世界各地に工場や販売機を広げてるね、こういう企業も出てきてます。いいでしょうか。であと多文化社会、あんまり聞いたことない言葉かもしれないですが、文化の違いを尊重し、共生社会を作ることが大切ということですね。まあ、日本にいたらね、日本の文化っていうのがあります。で、中国に行ったら中国の文化があります。韓国に行ったら韓国の文化があります。アメリカに行ったらアメリカの文化があります。ね、イギリスに行ったらイギリスの文化があります。そういうふうにね、まあ、国によって、地域によってね、いろんな文化があります。そういう文化をね、こう、尊重しようということですね。日本の文化と違うから違うんだとか間違ってるんだとか変だとかそういうふうに思うんじゃなくて、ね、文化の違いをまあ尊重する、認め合うということですね。そういうことをし、まあ、していきましょうということです。で特に日本ではね、生活の中、日本の伝統的な考え方、信仰、習慣などの影響を見られることが多いんですが、そういうのもね、まあ、日本では当たり前のことで、外国の人から見たら変だと思うこともあるかもしれないんですが、
それもね、こうお互い、ね、尊重し合いましょうということですね。はい、で次は日本の貿易です。日本の貿易といえば加工貿易、これもね聞いたことあると思いますが、外国から原料を輸入して製品を輸出するということです、ね。まあ、これで日本はね戦後大きく発展してきたんですが、近年はねこの形がちょっと崩れつつあるんですね。まあ、基本的には加工貿易なんですけどねいいでしょう。はい、ではね次いきます、はい、で貿易品目なんですが、ね、まあ、加工貿易って言ってましたが、輸入はねやっぱ石油、石炭、天然ガス、木材などの原材料が多いんですがね、近年はね工業製品の輸入っていうのをしてるんですね。まあ、なんか意外と思うかもしれないですけども、工業製品、機械類の割合が高くなってきてるんですね。で輸出はどうかっていうと、戦前はね繊維とかなど軽工業の製品が中心だったんですが、戦後はね機械、自動車、精密機械のね、これはまあイメージしてる人も多いと思いますが、こういうのを輸出してます。技術力と創意工夫による付加価値の高い製品ということで、まあ、ね、まあ、要するに質がいいってことですね。付加価値の高い製品を輸出してるということです。で次、食料輸入国ね。日本はね世界有数の食料輸入国なんですね。はい、なんかあんまりイメージできないかもしれないですけども、食料をたくさん輸入してますね。で食料自給率、ね、自分の国でどんだけ自分の国の人々が食べるものを、まあ、自給できてるかということですが、これね低下してきてるんですね。いいでしょう。まあ、しかしね、まあ、食の国際化っていうのが進んでるんですね。いろんな国のものを食べたりとかしてるんですね、日本ではね。で米の輸入なんですが、お米って言ったらもう日本のね主食なんですけども、1995年に米の一部輸入が始まりました。1999年には米の輸入の関税化が実施されて、一定の関税払いは誰でもお米を輸入することが可能になったんですね。いいでしょうか。でもねやっぱりスーパーとか行ってもなかなか外国産のお米を見にすることは少なくて、やっぱり日本のねお米が多いですね。いいでしょう。で現代の日本の農業に、まあ、抱える問題なんですが、後継者不足、後継ぎがいないってことですね。で農業就業人口が減少する、後継ぎがいないんで、まあね、お年寄りばかりになってきて、その人たちもずっとやってるわけにいかないので、その人に引退するとますます減っていくんですね。で高齢化が進んでるってことになります。いいでしょう。はい、ではね次いきます。はい、次はね日本のね、まあ、貿易の相手国なんですが、輸出も輸入もね、中国、アメリカが、まあ、ワンツーなんですね。いいでしょう。多いですね、非常に。で、輸出は中国、アメリカ、韓国、台湾、香港、タイとかね、こういうところが輸出が多いです。輸入は中国、アメリカ、サウジアラビア、オーストラリアとかね、まあ、原料の輸入が多いんでね、そういうのをしてます。そういう国が上がってきます。で、貿易摩擦、このことも聞いたことあると思いますが、まあ、日本の輸出額が輸入額を大きく上回りすぎるとね、アメリカなどの間で貿易摩擦が起こります、ね。まあ、ギクシャクするんですね、国と国との間で。日本は輸出の自主規制とか現地に工場を作るなどしてね、まあ、そういう問題を対応してきました。いいでしょう。であとね、南北問題、これも世界的な問題なんですが、まあ、地球上のね、北の方に先進工業国が多いんですね。で、南の方に発展途上国が多いんです。まあ、要するに、先進工業国と発展途上国の間の経済格差がね、まあ問題となってきてるんですね。これをまあ南北問題と言います。で、あとね、自由貿易ということで、WTO って呼びます。これね、世界貿易機関。1995年で言いました。これね、世界の自由貿易を目指すんですね。そういうのを目指した組織、国際的な組織。で非政府組織 NGO と言いますが、ね、人権、平和、軍縮、環境などの活動や発展途上国に援助とか協力するような、ね、人々の、ね、まあ、団体なんですが、国際的に取り組む、ね、非営利というのは、まあ、儲けがメインではないようですね、な民間団体ということになります。いいでしょう。はい、ね、NGO とかね、そういう言葉も、ね、知っておいてほしいと思います。いいでしょうか。はい、ではね、次いきます。次はね、外国為替相場って読みます。これね、読み方難しいですが、ね、為替相場って読みます。まあ、これもね、
まあ、仕組みね、知ってる人も多いと思いますが、自国通貨と外国通貨との交換比率、例えば日本だと円ですね、アメリカだとドルですが、円とドルのまあ交換比率とかね、そういうのを外国為替と言います、相場と言いますね。で、まあ、ニュースとか聞いてるとね、円安、円高ってよく出てきますが、円安っていうのは何かっていうと、円の価値が下がることです。円を売ってドルを買う人が多い場合ね、そういうことになります。で、一般的にね、円安になると輸出が有利になるんですね。まあ、例えば1ドル100円だったものが1ドル120円になるっていうのを円安っていうんですが、ね、輸出が有利になるんですね。いいでしょう。ね、で、次、円高、逆ですね。円の価値が上がることを円高と言います。ドルを売って円を買う人が多い場合に、まあ、そういう現象になるんですね。これは輸入が有利になるんですね。1ドル100円だったものが1ドル80円だったりすることを、まあ、円高と言うんですが、ね、これすると、こうなるとね、輸入が有利になります。いいでしょうか。はい。これね、よく円安円高でね、これ100円が120円だったから、これが円高なんじゃないかと思う人も結構最初ね、いるんですけども、ね、価値が下がることが円安なんでね、1ドルが100円だったものが1ドル120円になるってことは、円の価値は下がってるんですね。なので、これは円安になります。ね、いいですかね、ここね。ただ、数字だけを見てたらね、間違いやすいので気をつけてくださいね。はい、で次、まあ、ここからちょっとまた話がちょっと変わるんですが、社会生活と家族ということでね、社会生活、社会集団の中でルールを守って生活することが大切ですよということですね。で、家族、まあ、今更何を言うんだというふうに思うかもしれないですけども、家族っていうのは、まあね、社会の勉強としてね、捉えると、最も身近で基礎的な社会集団ということなんですね。で夫婦を中心に互いに血縁関係で結ばれている、ね、こういう存在を家族と言います、ね、で次、家庭、これもね、今更何を言うんだと思うかもしれないですけど、家庭っていうのもね、消費を中心に経済活動を行う単位なんですね。なかなか難しい言い方ですが、でそれと同時に家庭っていうのは人間形成の場でもあり、子供や老人を扶養する場、扶養っていうのは養うんですよね、扶養する場でもあり、まあ、休息安らぎの場でもあるんですね。それが家庭です、ね、で次、これね、核家族って呼びます、まあ、ニュースとかでもね、聞くことあると思いますが、核家族っていうのは、まあ、夫婦のみとかね、夫婦と子供だけとか、まあ、お父さんと子供だけとか、お母さんと子供だけとか、そういう世帯を言います。要するに、まあ、おじいちゃんおばあちゃんとか一緒に住んでないってことですね。いう世帯を核家族と言います。で、核家族世帯というのが増えてきてるんですね。いいでしょう。はい、ではね、次いきます、はい、次はね、憲法、民法と家族ということで、ちょっとなかなか難しいんで、ここね、ちょっとまあ難しいんで、さらっと聞いておいてくれたらいいんですけども、親族ってよく言い方しますが、親族の範囲っていうのはね、6親等内の血族とか、配偶者っていうのは、まあ、旦那さんから見たら奥さん、奥さんから見たら旦那さんのことを配偶者と言います、ね、で、3親等内の姻族、ね、この辺は言います。で、まあ、結婚の自由とか夫婦の平等を、ね、こう定めてるんですね。夫婦はどっちかが偉いとかどっちかが偉くないとか、そういうのじゃないですね。平等なんですね。いいでしょうか。で、未成年の子供に対しては監督、保護、教育の義務があるって言われて書かれてるんですね。で、教育を受けるっていうのはね、子供の権利でもあるんですね。親はまあ教育を受けさせる義務があるんですが、教育を受けるっていうのは子供の権利でもある。で、直系血族と、ね、まあ、兄弟姉妹、系弟姉妹とも言いますが、ね、これね、互いに扶養の義務を負うんですね。いいでしょうか。で、これね、まあ、遺産相続とか、まあ、難しい話なんですが、よく、まあ、遺産とかね、いうドラマとかのテーマになったりもしますが、遺産相続ってありますが、まあ、配偶者、ね、が2分の1を相続して、残りを子供が均等に相続するっていうね、いうふうにまあ定められてるんですね。いいでしょうか。はい、で、男女共同参画社会って言います、これね。この言葉は知っておいてくださいね。男は外で仕事とか、女は家で家事、育児っていうのは、まあ、少し前までのね、
まあ、日本の価値観みたいなのがあったんで、そういう従来のやっぱり意識があったんですけども、今はね、こう考える人はだいぶ減ってきてると言われています。でもね、まだまだ根強くね、そういうふうにこうあるべきだみたいにね、考えてる人もたくさんいると言われていますね。まあ、そういうこともあって1999年に男女共同参画社会基本法というのができたんですね。これどういうことかというと、まあ、こういうふうにね、まあ、昔のような従来の役割意識ではなくて、男女の区別なくね、個人として能力を生かせる社会にしましょうよっていうことなんですね。そういうのを目指す法律がまあ定められたんですね。いいでしょうか。はい、まあ、駆け足でやっていきましたが、これがね、まあ、現代、今のね、日本のまあ社会の状況とまあ抱える問題とかね、そういうのになります。いいでしょうか。はい、ではね、次いきます。はい、じゃここから問題です。パク問題選ぶ問題ありますが、ね、しっかりね、問題文読んでね、答え方間違えないようにしてください。いいでしょうか。はい、ではね、一旦映像を止めて、自分の力でやってみてください。では、2巡目。はい、やめてください。どうですかね、できましたかね。実施やっていきたいと思います。まずね、出生率の低下と高齢者の割合が高くなることが同時に進行する社会、これはね、少子高齢社会ですね。少子高齢社会と言います。次、世界中に張り巡らされたコンピューター通信のネットワークなんていうと、これはね、インターネットですね。まあ、よく使う人、あまり使わない人いると思いますが、まあ、インターネットと言いますね。次、日本の貿易相手国で特に貿易額が多い2つの国、2国って書いてあるんですね、これ。これね、気をつけてくださいね。だから2つ選びなさいってことですね。で、どこかっていうと、これはロシアではなく、アメリカ、でインドではなく、中国、この2つですね。アメリカと中国が特に多いんですね。いいでしょうか。はい。で、次、世界の自由貿易を目指す組織を何と言いますか。アルファベット3文字、これもね、アルファベット3文字って書いてありますね。これしっかりね、読んでくださいね。何だったかというと、これね、WTO ですね。WTO になります。どうですかね、これできましたかね。間違った人はね、またしっかりね、見直すようにしてください。いいでしょうか。はい、ではね、次いきます。はい、今日はここまでになりますね。5、6、7、8、まあ、選ぶ問題、書く問題、いろいろありますが、しっかりね、やってほしいと思います。いいでしょうか。ではね、一旦映像を止めて、自分の力でやってみてください。では始めます。はい、やめてください。どうですかね、できましたかね。じゃあやっていきたいと思います。円の価値が上がることね、価値が上がることはこっちですね、円高ですね。円高と言いますね。はい、次のうち円安とはどちらの状態ですか。選びなさい。1ドル100円が1ドル110円になった、1ドル100円が1ドル90円になったね。これね、間違えないでくださいね。円が安くなったんだ、100円が90円だった、あ、じゃあこっちが円安だと思った人いるかもしれないですけど、これ間違いですね。正解はこっちです、ね、100円が110円になったね、ということです。こ、ね、1ドルが100円だったものが1ドルが110円になったということは、価値がね、下がってるんですね、円の。なのでこっちが円安になります。ね、100円が110円になった、100円が90円になった、じゃあこっちが安いなっていうふうに、ね、間違ってそういうふうに読まないでくださいね。いいでしょう。次、夫婦のみや夫婦やと子供などの世帯を何と言いますか。これはね、核家族でしたね。まあ、核家族世帯、核家族、まあ、どちらでもいいんですけども、核家族ね。いいでしょう。ね、核家族ね。
まあ、あとお父さんの子供とかお母さんの子供だけもあるんですけどね。はい、次最後ね、1999年に施行された男女の区別なく個人として能力を生かせる社会づくりを進める法律は何て言いますか。これね、やりましたね。これは男女共同参画社会基本法ですね。ちょっと長いですが、男女共同三角社会基本ですね。ね、いいでしょうか、ね、男女共同三角社会基本ね。男女共同三角社会基本ね、こういうふうになります。いいでしょうか。はい、どうですかね、これできましたかね。特にね、このね、円高円安の仕組みね、これね、まあ、知っといたらね、こう勉強云々よりもね、まあ、知識として知っておくと得することも多いんでね、しっかり知っといてほしいと思います。いいでしょう。はい、ではね、今日の授業はこれで終わります。ありがとうございました。